皆さんこんにちは。今日は老人ホーム施設生活を送っている芸能人10選について紹介していきます。1位、北大路欣也。北大路欣也は日本の俳優、声優、京都府京都市四地区出身。身長174cm、血液型 A 型。事務所はホリプロブッキングエージェンシー所属。同世代の俳優仲間からは欣也ちゃんと呼ばれている。厳しい寒さに見舞われた2024年1月下旬、都内有数の超高級老人ホームのエントランス前に黒塗りのセダンが横付けされた。ほどなくしてホームの中から現れたのは真紅のマフラーをなびかせた俳優北大路欣也だ。背筋をピンと伸ばし、年齢を感じさせないスムーズな足取りで颯爽と後部座席へ乗り込むと、その場を去っていった。13歳で俳優デビューして以降、数々の映画ドラマで活躍した北大路は2023年11月、国の文化功労者に選ばれた。それでもなお、1月期もドラマ「厨房のアリス」に製薬会社の CEO 役として出演するなど、精力的に活動している。そんな彼が、ついの水苑に選んだのが、この施設だった。共用部にはプール、最上階には、東京を一望できるバーまで備わっている。入居一時金は最低でも6000万円近くかかり、月々の費用も一人30万円はくだらない。奥様と入居しており、入居者の間でも2人の存在は噂になっている。しかし裕福な方の多い高級老人ホームだからか、他の方に自然と馴染んで、北大路さん夫妻もリラックスして過ごしていると聞きます。別の日には冬用のベストを着て、大量の荷物を台車に乗せて車から降りてくる北大路の姿も目撃されている。アウトドアでも楽しんだのだろう。プライベートも充実しているようだ。2位、長嶋茂雄。長嶋茂雄は千葉県印旛郡碓井町出身の元プロ野球選手監督、読売ジャイアンツ終身名誉監督、株式会社読売巨人軍専務取締役、日本プロ野球名球界顧問、ジャイアンツアカデミー名誉校長。同時代に活躍した大貞治とは共に恩法として称され、2人のバッティングは巨人の V9 に貢献した。日本のプロ野球において400本塁打2000安打の同時達成は、大卒では史上初である NPB 最多記録となる。最多安打を10回獲得、セ・リーグ最多記録となる首位打者を6回獲得した。長嶋茂雄氏自身も2018年7月に胆石を患い、都内の大学病院で治療を受け、その後24時間体制でサービスが受けられる施設に入院した。長嶋茂雄氏が入院した療養型病院には、医師や看護師のほかにリハビリスタッフやケースワーカーが配置されている。また食事は専属の料理人によって懐石料理などが提供され、お酒の持ち込みも可能であるなど、さまざまな点でホスピタリティの高さが感じられる。特に長嶋氏の部屋は施設内でも特別なお部屋で、キッチンが備えられ、お手伝いさんが身の回りの世話をしてくれるという贅沢な環境が提供されている。長嶋氏はこの療養型病院と自宅を行き来し、高齢となった今も健康維持に努めているようだ。ただしこのような高級な療養型病院は費用が高額であることが一般的であり、1ヶ月の費用が100万円を超えることもあるようだ。3位、天地真理。天地真理は日本の女性歌手、埼玉県大宮市出身。1970年代前半に天真爛漫な笑顔で国民的アイドルとなり一世を風靡した。血液型は O 型、身長 158cm。 週刊新潮が天地真理さんが川崎市の高齢者向け住宅に住んでいるという情報をスクープした。現在は老人ホームで生活するほどの年齢になっていたことも意外だね。そんな彼女の今の暮らしぶりについて、ネット上の情報を見てみると、なんとびっくり。老齢年金を月20万円もらっており、住んでいる老人ホームの料金は全額ファンクラブが払っているという衝撃的な情報があった。まああれだけ人気があった芸能人ですし、当時かなり豪遊していたなんて話も聞く。19歳でデビューするとすぐブレイクして月給300万円もらっていたんです。渋谷区の松濤 2LDK のマンションを6000万円で買って、一人で住むのが寂しくて
数年後に売っちゃいましたけど、さぞ悠々自適な生活をしていると思っていたのですが、真実は全く違っていた。4位、中村玉緒。中村玉緒は日本の女優タレント。本名および旧芸名は林玉緒。結婚後の本名は奥村玉緒。愛称は玉緒さん。お母さん、京都市立立誠小学校、京都女子高等学校出身。所属事務所はながらプロダクション。波乱万丈の人生を送ってきた中村玉緒の晩年の様子が明らかになった。女性自身によると、玉緒は2023年2月に仕事先の名古屋で転倒、背骨を圧迫骨折する大怪我を負い、現在は老人ホームに入居しているという。怪我がきっかけで痩せ衰えてしまい、寝たきりで過ごす日々もあると報じられています。玉緒といえば、夫勝新太郎の死去で残された借金12億円を背負い、2019年には長男で俳優の巌流も急性心不全で逝去。2020年には個人事務所の社長を務めていた。長女が体調不良で車椅子生活になり、虐待後の日々を送ることに。一卵性母娘とも言われるほど仲の良い親子でしたので、献身的に長女を支えていた。ただその長女とも距離があり、玉緒さんの老人ホームに長女が見舞いに訪れることもないそうです。5位、おすぎとピーコ。おすぎとピーコとは、おすぎとピーコの一卵性双生児の兄弟で、日本のお姉系タレント兼評論家のこと。おすぴーと略される。おすぎは日本のタレント映画評論家である。横浜市立桜ヶ丘高等学校、阿佐ヶ谷美術専門学校卒業。プラムクリークス所属。ファッション評論家のピーコは一卵性双生児の兄である。兄弟は他に姉2人。ピーコは日本のタレント、ファッション評論家、ジャーナリスト、シャンソン歌手である。兄弟姉妹は双子の弟のおすぎの他に姉が2人いる。元踊り児元気だった頃からあまり仲の良くなかったおすぎとピーコのお二人。同居を開始したところ兄弟仲が悪化し、ピーコさんにも思い込みや妄想癖などの認知症の症状が出てしまったという。ただでさえ仲が悪かったのが認知症の兄弟と一緒に住むということで、並大抵の苦労ではなかったことでしょう。さらに当時おすぎさんもピーコさんも76歳ということで、お二人とも高齢者、まさに老老介護ということで、日本の老後問題の縮図のような生活だったようだ。ピーコさんも認知症を発症したために2022年2月頃に同居を解消し、おすぎさんはピーコさんの住むマンションの近くにある高齢者施設で暮らしているのだとか。2022年12月12日には YouTube で最後の投稿です。今までありがとうございましたというタイトルでおすぎさんの元気な姿が投稿されていた。さらに2023年3月下旬にはピーコさんがマンションから行方不明になってしまったのだとか。なんとピーコさんはエアコンとテレビもつけたまま自宅を後にしており、2023年4月10日に週刊女性が報じた際にもまだ見つかっていないという。警察も事件と事故の可能性を含めてピーコさんの行方を調査しているとのこと。しかし2023年4月16日放送のサンジャポでピーコさんが高齢者施設に入っていることが確認できたと報じていた。6位、坂田利夫。坂田利夫は日本のお笑いタレント、漫才コンビコメディの一の元メンバー、大阪府大阪市港区出身、吉本興業所属。本名は知人利夫、通称はアホの坂田、坂田師匠。芸名は将棋棋士の坂田三好に由来するが、将棋は苦手である。アホの坂田の愛称で親しまれたお笑い芸人の坂田利夫さんが2023年12月29日老衰のため大阪市内で死去した。82歳、大阪市出身。葬儀告別式は近親者のみで行う。お別れの会を開く予定はない。2021年10月に亡くなった前田五郎さんとの漫才コンビコメディーノーワンで全国区の人気を誇り、ありがとさん、あ、よいとせのこらせのよいとせのこらせなど数多くのギャグでも知られた。関係者によると2022年7月30日に大阪市で開かれたさざ波寄せでコントを披露したのが最後の仕事となった。以降は表舞台から遠ざかっていた。
独身だった坂田さんは数年前から高齢者施設に入所していた。エピソードには事欠かず、妹の結婚式でふつつかな妹ですがと言うべきところを、ふしだらな妹ですがと言い間違えたことも、生涯独身を貫き吉本興業内に結婚させるプロジェクトが発足したこともあったが、結局実らなかった。当人は結婚できないのではなく、しないのだ、子供ができたらアホの子と指を刺されるのが心配だからと理由を口にしていた。晩年を高齢者施設で過ごしていた坂田さん、施設で面会を重ねるなど家族のように寄り添い、最後を看取った狭間寛平夫妻は悲しみに暮れているという。7位、大山のぶよ。大山のぶよは日本の女優、声優、歌手、脚本家、エッセイスト、タレント。夫はタレントの佐川圭介、アクターズセブン所属。テレビアニメドラえもんにてドラえもんの声を1979年から2005年まで約26年間にわたり担当したことで知られる俳優の佐川圭介さんが、認知症の妻大山信代さんの介護について語る講演会が2016年6月5日大阪市内で開かれ、約200人が訪れた。砂川さんは自身が尿管がんと診断され、その治療を機に大仙さんが老人ホームに入所したことを初めて明らかにした。大仙さんは4年前に認知症と診断された後も、私ここ自宅にいたいと話し、砂川さんは在宅介護を続けてきた。しかし2016年4月に砂川さんの尿管がんが判明、抗がん剤治療が始まり、入退院を繰り返しながら治療を続けている。このため急遽大仙さんが入る老人ホームを探したという。8位、有米猫。有米猫は日本の女優、大阪府豊野郡池田町出身、血液型は A 型、愛称は猫ちゃん、おいね、ホリプロブッキングエージェンシー所属。有米さんが老人ホームに暮らしているという情報がある。一方で横浜のシニアマンション在住という情報もありますが、どちらが正しいのでしょうか。実はいずれも正しい情報だ。2007年これまで暮らしていた田園調布の自宅から横浜市にあるシニア向け高級マンションへ転居。マンションはケア付きのため、生活を送る上で誰かのサポートが必要になったのでしょう。あるいは晩年を誰かと楽しく過ごしたくなったのかもしれない。中高年専用のシニア向け分譲マンションということですが、実質は老人ホームのようなもの。このマンションの居室を有米さんは購入したそうだ。つまり噂になっている老人ホームと横浜市のマンションは同じ施設だった。有米さんはここで画家のモネと自身の愛称猫にちなんだガーデニング会モネコガーデンを主催。前日に購入したお花をメンバーと一緒に植えて楽しむそうだ。9位、長沢淳。長沢淳は日本の実業家、元スリーファンキーズのリーダー、テレビ番組の司会者、俳優、タレント、東京府出身、本名は長沢剛。2010年にシニアに向けて建てられた千葉市稲毛にあるマンション、スマートコミュニティ稲毛。実は長沢淳さんはオープン時にこのマンションに入居し始めていた元踊り寺オーナーとは親しい間柄で、セカンドハウスとして気軽に購入したのだとか。スマートコミュニティ稲毛には住居だけでなく様々な設備が整っているようだ。ゴルフの打ちっぱなしや文化的趣味を楽しむサークルにスタジオまであるとのこと。食事もメニューから選べる形式で、お酒のボトルキープもできる制度まであるという。この施設の中に何から何まで揃っており、生活していても飽きない工夫がされているのだね。部屋の掃除も有料で頼めるそうなので、まるでホテルのように気軽に利用できる。10位、エスパー伊藤。エスパー伊藤は日本のお笑いタレント、画家、熊本県阿蘇郡南小国町出身。右変形性股関節症を理由に2019年1月から休業中のお笑い芸人。エスパー伊藤が認知症を発症し、関東圏の老人ホームで生活していることが30日分かった。所属事務所の社長で友人でもあるお笑い芸人ビトタケシが本誌の電話取材に対応し、伊藤は20年2月頃に病院から老人ホームに移ったと説明した。伊藤は同年2月に
出演したテレビ番組で重度の脳梗塞を発症し、収入が途絶えて生活保護を受給して入院費を払っていることを告白、人に金銭的援助を受けていることも明かしていた。当時から認知症の疑いがあったと振り返る人は、ホームの担当の人に電話で聞いたら、歩行や食事は絶対に介助が必要、認知症が進んでいるみたいで会話も少なくなっているらしい、あまりいい状態じゃないと無念そうに語った。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。高齢者がどんどん増える日本において、認知症は目を背けられない問題です。どんな人でも将来的には認知症を発症してしまう可能性は十分にあるのです。少しずつ大切な人のことを忘れ、身の回りのことができなくなってしまうかもしれません。今回は認知症について、認知症の芸能人、有名人、認知症の症状や原因、寿命などをまとめました。認知症とは、脳の働きが低下することで起こる低下した状態のことです。以前は、痴呆症と呼ばれていました。現在は、痴呆という言葉は廃止され、認知症という呼び方で統一されています。認知症は、次の特徴があります。脳の器質的な障害によって起こる、不可逆的である。脳の器質的な障害とは、脳の構造に何かしらの損傷が出ている状態です。脳細胞が壊死したり、脳萎縮したりなどですね。また、不可逆的な症状であることも特徴です。不可逆的とは、元には戻らないということです。一度認知症を発症すると、進行を止めることはできても、元に戻すことはできないのです。日本では2012年の時点で462万人が認知症で、65歳以上の7人に1人が認知症になるという計算でした。2025年には5人に1人が認知症になると試算されています。一昔前は認知症は隠されているもので、認知症になったことを公表する人はほぼいませんでした。しかし、最近は認知症になったことを堂々と公表する芸能人、有名人が増えてきています。1位、大山宣代。生年月日1933年10月16日、出身東京都渋谷区。身長162センチメートル、所属アクターズセブン、血液型O型、活動声優、ドラえもん役の声優として広く知られている大山宣代さんは、2012年にアルツハイマー型認知症と診断されます。この時は公表されませんでしたが、2015年に夫の佐川圭介さんがラジオに出演した際に、アルツハイマー型認知症であることを公表し、闘病中であると話しています。2016年からは老人ホームに入居し、2017年に夫の砂川さんが死去した際には、喪主となっていますが、通夜、葬儀には参列していません。2位、南田陽子。生年月日1933年3月1日、出身東京都。身長155センチメートル、活動女優。女優の南田陽子さんが認知症であることは、2008年に夫の長門博之さんが徹子の部屋に出演した際に公表しています。2004年頃から認知症の症状が現れ始め、2006年には芸能界を引退しています。長門さんが認知症を発表した2008年には要介護状態になっていたとのことです。報道初ドキュメンタリー宣言で南田陽子さんの闘病の様子が放送された時には反響が大きく、長門さんが認知症の南田陽子さんをけなげに支え、介護する姿に感動した人は多かったと思います。3位、浅岡幸二。生年月日1935年7月23日。出身東京都中央区、血液型 B 型、活動女優。浅岡幸二さんは亡くなる3年ほど前から、アルツハイマー型認知症を患っていて、自宅で療養をしていたそうです。津川さんをはじめ、住み込みの家政婦の方が、浅岡幸二さんを介護していて、亡くなる、日まで自宅で過ごしていたとのこと。夫の津川雅彦さんは、浅岡幸二さんが亡くなって、巫女背後、後を追うように亡くなったところに、夫婦愛を感じますね。
4位、須貝金。生年月日1926年2月28日、出身千葉県。身長155センチメートル、所属仕事、血液型 B 型、活動女優。須貝金さんは、2010年に大河ドラマの龍馬伝に出演した後に大腿骨を骨折して、表舞台に出てこなくなりました。そこで、一部週刊誌が、須貝は重度の認知症を患っており、現在は特別養護老人ホームに入居していると報じられるようになっています。その後、一度だけ2014年に情報番組に出演しましたが、それ以降は公の場には姿を見せず、2018年に心不全でお亡くなりになっています。5位、長谷川和夫。生年月日1929年2月5日、出身愛知県、所属認知症介護研究、研修東京センター、活動精神科医、精神科医で認知症研究の第一人者であり、認知症かどうかの診断基準の一つである、長谷川式認知症スケールを開発した長谷川和夫さんは、2018年に自分が認知症であることを告白しています。もともとアルツハイマー病ではないかと自分で疑っていたようですが、病院を受診した結果、視銀下流性認知症であることが分かったそうです。認知症研究の第一人者でも、認知症になることは避けることができないことなのです。6位、芦屋小雁。生年月日1933年12月4日。出身京都府京都市。身長155センチメートル。所属小雁クラブ。活動喜劇俳優、裸の大将役で知られる芦屋雁之助さんの弟であり、喜劇俳優として活躍している芦屋小雁さんは、2018年12月7日放送の爆報ザ・フライデーで認知症を発症していることを発表しています。本番前の舞台の袖では、ここどこやと戸惑ったり、散歩に出たまま行方不明になったこともあったそうです。芦屋さんの認知症は血管性とアルツハイマー病との合併とのことです。認知症発表後も仕事は続けていて、現在はさらに認知症の啓発活動にも参加しています。7位、小野陽子。生年月日1933年2月18日、出身東京都、活動芸術家、活動家、ジョン・レノンさんの妻であり、活動家としても知られている小野陽子さんは、2017年に、週刊誌にレビー小体型認知症を患っていると報道されています。特に、この報道に対してのコメントは出ていないので、わかりませんが、年齢的には報道が出た時点で、84歳ですので、認知症を発症していてもおかしくありません。この記事は、小野陽子さんの弟の証言をもとに作られていますが、その弟さんは、小野陽子さんの息子さんから聞いたことを話しているようですので、若干真偽は怪しいところがあります。8位、栗田貫一。生年月日1958年3月3日、出身東京都。身長170センチメートル、所属ミキプロダクション、オフィス南、血液型 B 型、活動者マネタレント、栗田貫一さんは、以前テレビ番組に出演した時に、奥様に対する振る舞いがあまりにもひどかったので、完全にモラハラ、と炎上したことがありました。その後に、詳しく検査をしてみると、前頭側頭型認知症の疑いがあると診断されています。この前頭側頭型認知症は、一般的な物忘れなどの症状はそれほど見られないのですが、暴力的になったり、自分の思いのままに行動するなどの症状が見られます。そのため、栗田貫一さんのモラハラは、前頭側頭型認知症から来ているのではないかと言われているんです。9位、ダンプ松本。生年月日1960年11月11日。出身埼玉県熊谷市、身長163センチメートル、所属エリオフィス、血液型 B 型、活動プロレスラー、女子プロレスラーのダンプ松本さんは、2016年に出演した番組で検査した際に、出血性脳梗塞が見つかり、さらに細かい脳梗塞の跡が見つかっています。このままだと、近い将来認知症になると警告されていました。
現在のところは認知症の症状は出ていないようですが、ちょっと心配ですね。認知症の原因は次のようなものが関係していると考えられています。年齢、最大の原因因子で、85歳以上になると発症率は上昇する。家族歴、親が認知症の場合、認知症を発症する確率が高くなる。動脈硬化、動脈硬化になると血管性認知症やアルツハイマー型のリスクが上がる。薬剤、特定の薬剤は認知症の発症リスクを上げる。認知症、特にアルツハイマー型認知症はまだまだ解明されていない病気ですので、原因もはっきりとは分かっていないんです。認知症になる病気、認知症と関連深い病気というものがあります。アルツハイマー病のように直接認知症を引き起こすのではなく、その病気になることで認知症になる可能性が高くなる。認知症につながるという病気にはどんなものがあるのかを確認しておきましょう。多発脳梗塞、限局性脳梗塞、パーキンソン病、クロイツフェルトヤコブ病、HIV、梅毒、これらの病気になると、その後遺症や症状として認知症が現れることがあったり、認知症になる確率が高くなるんです。また、厳密に言うと認知症ではありませんが、認知症と同じような症状が現れる病気もあります。慢性硬膜下血腫、正常圧水筒症、甲状腺機能低下症、これらの病気になると、物忘れなど認知症に似たような症状が出てきます。しかし、これらの病気では脳の器質的な障害ではありませんし、不可逆的でもありません。つまり、認知症と似たような症状ではあるものの、きちんと治療すれば、認知症のような症状は改善されるということです。認知症の症状は、一般的に言われる物忘れだけではありません。様々な症状がありますし、症状は人によって違うんです。認知症の中核症状とは、脳の機能が低下することによって起こる症状のことです。認知症の患者さんのほとんどに起こる症状です。物忘れ、新しいことを覚えられない、新しいルールやシステムを理解できない、時間や人、場所などがわからない、段取りよくできない、正しい方を選べない。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。